るべく細くなるようにやります。細くするのがコツなんですね。はい、はい、あんま柔らかいとダメなんです。あ、なるほどなるほど。こうはさみでほうきになるみたいに、はい、切り込みを入れます。はい、3箇所、4箇所ぐらいですか。はい、適当で。適当で、はい、大丈夫です。はい、そしたら中の方から引っ張ると、ちょっと回しながら、回しながらね、はい、上手に出ます。そして最後セロテープで2箇所ぐらい染めて完成です。お、本当なんですね。はい、あっという間にできました。みんなも作ってくださいね。作ったら遊べるよ。はい、ありがとうございました。